2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。2017年は世界第2位でした。で、今回は半間陽先生の FX の投資方法を紹介します。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。で、これはね、試験投資での利益ですね。昨日の投資は3000円プラスでしたね。試験投資ね、ずっとこういうことでね、15,641円ですね。資金が少ないということでね、資金2万円に減らしちゃったんで、それでちょっと戻しました。で、今マイナス1000台なんですね。また新しく今日1万ロットですね、1万ロット投資しました。で、これは USDJPI をですね、ちょっと間違ってねやっちゃったんでね、これなんですけど、で、80% 以上の勝率でシグナルはちょっと出てないんですけど、ちょっと概略でね投資してみました。こうですね、1万ロットね、1万ロットで今マイナス1000ですね。ちょっときついんですね。場合によってはどんどん下がっちゃう可能性があるんですけどね。ちょっと早く打ちすぎたかなって。場合によっては損切り1000、2000、3000、6000ぐらいだったら損切りしちゃうと思いますね。ね、この場合はね。大体様子が上がってね、もし負けるんでしたら、で、勝率 83.3% の大体シグナルの目安で出てるんだけど、この通りシグナル出てから投資したらいいんだけど、これで1000、これで2万ぐらいですね。ここまで落っこっちゃったらね、2万ぐらいなくなっちゃうんですね。ここまで落っこったんで、そんでね、でこんぐらいで見てるんだけど、まあ今週のこれだけ勝ったですね。で、これはね、全然通学出ないのか、ここから通学出さないんだよ ね。これでボート保存するね。そうですね、今月のね、1ヶ月間での成長はこんな感じですね。ね、1万割ってんですね、これね。1万台になっちゃったんですね。それでこう通してって、こうね、勝ち抜いてるわけですね。2倍ぐらいになってですね、1ヶ月間でね。
1万7000ぐらいまで落ちてるんで、2倍ぐらいになってるんですね、1ヶ月間で。1万5641円でですね。な、もうちょっとね、順調になってきたら、10万ドル、100万ドル投資になります。今日は、ね、10月25日、ね、木曜日ですね。バイナリーオプションは今ね、80% の勝率でやってるんですね。10% にしてみようかな。あ、75% の10個以上にしたんね。75% の10個以上、ね、落ちてきてますね。まあこういうことね。ちょっとこれ落ちてきてますね。で、こっち戻して。しっかりしたな、こんな落っこっちゃったな。これ、損切りしないとダメかな。スプレッドが少ないんで、スプレッド20なんですね。だから、トマト5で3000ぐらいだから、これより越したらやめとこうかという感じだね。1000、2000、3000、このぐらいだ。これちょっと見てるか、どんな感じかな。今度下がってるからね、これ下がる可能性あるね。これはちょっとミスったかな。ここから上がってくるようになるとね、面白そう。これが限界でしょうね。上がってた、上がった。まあ1ヶ月に資金2倍ぐらいに増やすんだから大体いいでしょうね。うまくいかないからね、1割ぐらいでいいのかな。バイナリーオプション勝率 75% で今日から始めて、全勝ですね。2回シグナルが来ました。全勝木曜日ね、3760円の利益になってます。氷をね、用意したんですね。お茶を用意しないと。それでね、サンデープリンターで作らないといけないんですよ。サンデープリンターでね。作らないといけないんですよ。それでお茶。
今日ね、お茶、サンセットプリンターでそういうのを作っていかなきゃって言うんですよ。仕事忙しいね。お茶伊藤園の伊藤園のお茶ですね。この伊藤園の、ね、粒がいいですね。伊藤園のホームサイト、ね、伊藤園のホームサイト緑茶ね、可愛いんですね。粒がすごく綺麗な、国産ですね、国産の緑茶。あ、こうなっちゃった、2000マイナスになっちゃった。最悪だね。まああとね、まあ2000ぐらい、3000ぐらいまでは見ていくんだけどね。緑茶です。まあそんなことで、あとまた報告します。